皆さんこんにちは、ムケムケ臨時ニュースのお時間です。はい、腕時計 YouTuber ムケオです。本日2件の腕時計ニュースお伝えしたいと思います。まずはトップニュース、グランドセイコーブティックオンラインで不正利用発覚中。はい、こちらのニュースなんですけれども、視聴者様からご連絡ありました、グランドセイコーブティックオンラインで、不正利用があったと視聴者様がお買い物したんですが、カード会社から確認の連絡等が入っているというところでございます。グランドセイコーね、ブティックオンライン等で、お買い物される方につきましては、現在こういう状況がありますので、落ち着いて対処していただければなというところでございます。クレジットカード会社がグランドセイコーからの買い物について本当にこれ合っているのかというね、確認が一度入るという状況でございますので、もしカードが、上限を超えてないにもかかわらず切れなかった、その際は落ち着いて対処していただければなと思います。視聴者様ご連絡ありがとうございました。そうですね、海外からのハッキング、何か分かりませんが、アノニマスの影響なのかこれはよく分かりませんが、何者かが今グランドセイコーを標的として攻撃している可能性がございます。ウォッチ&ワンダーズ3月30日、こちらありますので、ちょっとねセキュリティ等もね固めていただければなという話でございました。はい、続きまして、炎上系 YouTuber 柴田ロレックスもらう。はい、こちらのニュース入っております。炎上系 YouTuber の柴田さんがついに、ロレックスを手にしました。これで、柴田さんも腕時計 YouTuber の、仲間入りというところでございます。はい、こちらのニュースの、概要になるんですけれども、昨年の、雷神におきまして、柴田さん勝利者として何ももらっていないというところで動画で、ぶち切れていたんですけれども、まあ、そちら動画を見ていただければなと思いますが、そこでいろいろスポンサーさんとね、お話ししたところ、鬼丸ホームさんがね、こちら、朝倉みくるさんにもね、ロレックスプレゼントしている、企業さんであるんですけれども、箱を開けまして、こちらの中から好きなロレックス1本あげるよという最高のお話。そして、その中に1500万円のロレックスがあるというところでございました。これ見た瞬間ね、私秒で分かったんですけれども、柴田さんはね、ロレックスの知識がなかったというところで、まあ好きな時計、まあヨットマスター選ばれてました。でもこちらもね本当におめでとうございます。ただこちらこの箱の中だったらトップレベルに安いモデルではありましたね。でもやっぱ時計っていうのは別に資産ではございませんので、見た目で一番いいヨットマスターをね選ばれたことは本当に、素晴らしいところでございますが、まあ答え合わせじゃないんですけれども、まあ一番高いやつはこちらですね。はい、こちらデイトナで、こちらやっぱ上手いなと思うのが、まあ、ステンレスの中にねホワイトゴールドぶち込んでますので、まあちょっとねこれ知識がない方だったら、もう分かりづらいかなっていうところで、まあ、結構面白かったですね。あ、どれ行くのかなっていうところになったんですが、まあでもね、このヨットマスターに関しましても、ベゼルはこれプラチナですので、非常にいい時計です。ぜひね、柴田さん大事にしていただければなと思います。いや、いいですね。すごいコレクションですけど、やっぱ渡せるというところで、金無垢みたいなのは入れてないのかな。ヨットマスターのコンビが、ありますね。GMT もありますけれども。いいですね。非常に素晴らしいコレクションで、めちゃんこ羨ましいですね。あのね、こういう、皆さんもね、よくあの、ロレックス、この中から1個あげるよっていう機会が、多いと思いますので、こういう場合どうすればいいかな、もうわからない時どうすればいいかなって言いますと、持ってみるとね、あの、わかるかなってちょっと思います。色はね、これ銀色でみんな一緒に見えるんですが、やっぱりホワイトゴールドとか、プラチナ、と、ステンレスっていうのは、重さが全く違いますから、持った瞬間もうすぐわかるというところがありますので、ぜひね、そういう場合に遭遇したときはね、一度持ってください。で、重さを測ってくださいね。はい。そうして、重いやつが、高級素材の可能性が非常に高いのでありますので、はい。これね、覚えておいてください。いやーね、ぜひね、連絡欲しかったですね。YouTube からね、ロレックス、
抜けようで検索していただいて、私に DM いただければ、すぐ答えることができたんですけれども、ちょっと残念でございました。皆様もね、こういうことがあると思いますので、ぜひね、知識をつけるためにも、抜けよう腕時計チャンネル、よろしくお願いします。はい、本日はね、臨時ニュース2本お届けしました。グランド成功クレジットカード不正利用発覚中というところと、柴田さんついにロレックス YouTuber になったと。本日緊急で2本ニュース、お送りしました。ぜひ皆さんも何かあったらどしどし情報よろしくお願いします。はい、本日以上になります。ムケムケ OK、 ではまた。